いません急にお呼び立てして。どうした。ちょっと一刻の猶予を争う。もう 2,3 日寝かしてしまうと一大事が起きちゃうんじゃないかということでちょっと勃発してまして、お忙しいところ瓜田さん来てもらいました。どうしたんだ。田中さんというですね、お母様だと思うんですが、お母様からの投稿がちょっと届いてまして、ちょっと読み上げさせていただきます。私の息子が瓜田さんのことが好きすぎて、顔に同じ入れ墨を入れるか検討中です。今20歳ですが正直不安です。瓜田さんとは住む世界が違う息子が同じ入れ墨を顔に入れてしまえば社会では生きていけないと思ってます。しかし息子は決意が固いようです。そこで瓜田さんにお願いがあります。尊敬する瓜田さんが動画の尺を使ってアドバイス並びに言葉を言ってもらえないでしょうか。私としては正直反対しています。一般人なので顔に同じタトゥーを入れてしまうとこれから社会で生きていけない気がするからです。一言でもいいので動画でやめるように説得してもらえませんでしょうかとのことです。なるほどな。二十歳だろ。はい。なあ、舐めてんのかや。なあ、そんなもんお母さんのことわざわざ心配してもやばって連絡くれて、なあ、顔に入れ墨？俺が言うのもおかしな話だけど、はい、まずこの国で生きていくんであれば入れ墨自体がもう100マイナスなんだよ、はっきり言って。で、まあ、そんな二十歳のクソガキがそんなもんお前顔なんかお前人から見て一発で分かるところに入れ墨なんか入れて歩くっていうのは、はい、そんなもんな、無理なんだよ、はっきり言って無理なの。まして俺のファンだったり 俺に少しでもその尊敬のあれがあるんだったら言っとくけど、絶対にやめろ。それはそうですか。それは遊びじゃねえんだよそんなもん、はい、こっちは、はい、俺だって別に今まで言わなかったけど、はい、じゃあなんで俺が代わりにこんなあれにしたのかっていうきっかけは別に初めて言うけど、はい、俺はよその何年も前に一度 V シネマがなんかのよ、半グレをストーリーにした、そういう映像に主演で出ないかって話が来たんだ。はい。でその時俺何も考えてねえから、じゃあ俺でよければみたいな感じで軽返事しちゃったんだ、うん、ところが、名前は言わねえけど、その、反社の代表格の人がいる。当然これこういう映画に出ようとしてるらしいけど何考えてるか。でまあ俺も一冊話して、はい、まあ、当然ちょっといろいろあったんだよ俺とその人らで、うん、な、まあ、トラブったんだよ、はい、その時に言われたんだよ、ある人に、はい、お前が本当に人生かけてそっちの道でやっていきたいって言うんだったら別に俺らに何を言われるか振り切ってやった方がいいとな。でもその代わりある程度の反発というか、荒波が押し寄せられるようにくるよってことを言われて、うん、でその時も俺あんまり深く考えなかった。だから案の定本当にその身の危険とかを感じたりいろいろあった時に、ちょっと待てよと、どうせだったらな、そんな話が俺に来やすかったから何気に、はい、コメンテーターみたいなことだったり、うん、作家っていう枠で文化人枠でこの事件について語ってくれという仕事も来たり、映画で何て言って話したら全く来ないようにじゃしてやろうじゃねえかと、はい、どうせそんな自分のやりたいことにせっかく出会えたりこれやってみたいなんてこともつまらない人間関係で結局潰されちゃうんだったら、はい、初めから俺にはもうそんなもん二度と来ないんだっていうふうにしちまえばいいんだっていうふうに俺はその反骨心で入れちゃったんだ、うん、あ、そういう経緯だったんですか。それが元の俺の顔に入れ墨みたいな理由なんで、はい、というと、うん、そこからまあいろいろ増えていったらいいっていうのは関係の俺のセンス、俺のつまんねえセンスみたいなのもあるけど、はい、一番最初に顔に入れ墨入れてやると思ったら最大の理由は表の仕事が来なくなる、うん、そうすればトラブルもないから、はい、そういうふうにちょっと反社の人たちに向けた俺の反骨だったんだよ、はい、それで今俺はどうしてるかって言ったらやっぱりよ、指刺されたり大変だよ本当に、はい、しんどいよだってよ、俺が悪いんだけど、そんないろんな俺も苦しい思いしただけに、はい、私のガキがそんなファッションでやるなんていうのはそんなもう無理に決まってんの、そんな、はい、ダメに決まってんの。わかりました。軽い気持ちでそんなのあれすんなよ、そんなもん、はい、
なお母さんの親孝行してよ。はい。なんだったらマジックで描くやつ。あ、ハロウィンの日とかにね。そうハロウィンの日舐めてる。舐めてるんですよ。まあだからとにかくやめろ。悪いけど、はい、悪いと言わねえからそんなもんやめて、お母さんが心配ないようにちょっとピッとしろでしょ。はい。古田さんへの尊敬の念はどこでどのように表現すればいいですかね。じゃあ、まあ、そうだな、一回顔にハロウィンペイントをいっぱいも施してよ、はい、これがリスペクトの心だと、はい、顔にリズム入れなかったけど、こんだけ再現したと、このタトゥーを思いっきり再現して、うん、ペイントで、はい、ツイッターからかにあげろよ。あ、それで十分だと。それで十分リズムまではやんない。そうですね、あとは自分の人生を歩んでほしいということもありますからね。格好に惑わされる、はい、大事な中身だ。承知しました。ああ、お前にも言ってんだよ。本当に。お前ところに今日これ赤坂か。こんなとこあるさ、大変だよ。いろんな看板があるからよ。